こんにちは。手で芸をするコミーです。今日はこの毛糸を使います。かぎ針8から10号。こちらも羊。羊ちゃんシリーズにしました。こちらも8から10号。ということで、かぎ針も8号を使います。これセリアで初めて買っていました、かぎ針。あのね、軽い。あ、そしてボタンも使います。はい。これもセリア。毛糸はキャンドゥ。この羊ちゃんシリーズはキャンドゥで買いました。はい、足首ウォーマーです。うね編みですはい、前にも編んでいるんですけど、やってみたい形が、思い浮かんで、それで毛糸を買いました。これのために買いました。なんかいいのないかなって思って、見に行ったんですけど、これなんとなくアポロチョコ色的な感じでちょっと選んでみました。ちょっと赤いけどね、赤っぽいのと茶色ということで、はい。で、うね編みで編んでいきます。ちょっと長め、前に編んでいる足首ウォーマーよりちょびっと長めで編みたいなという感じで、はい、思いついたのでちょっとやっていきますね。はい。で、昨日ライブ配信を行いました。たくさんお集まりいただいてありがとうございました。いつものごとく最初はこうちょっとバタバタしてしまう感じですけど、はい、楽しくおしゃべりできました。また情報量もね多くって、はい、すごいなと思います。皆さんの知恵が集まるとね、はい。なのでお時間があるとき気になる方はアーカイブが残っていますので、はい、見てみてください。はい。で、ライブ配信でも、お伝えしたんですが、腹巻きパンツ、私がこの間編み上がったやつ、八角形のこうグラニーステッチで編んでいくやつ、あれを、動画にしてもいいか確認をしました。そしてお許しをもらったので、動画で、レクチャーまで、レクチャーと言っていいかわからないけど、その編み方を、動画にしたいと思っています。まだ確認をしたばかりで、どの糸で編もうかとか撮影もまだ全然なんですけど、はい、早めにね動画にしたいと思っています。私が編んでみたいのはミストヤーンなんだけど、ミストヤーンだときっと見えにくいと思うんですよね。画像的に。だから、見やすい糸で、説明していった方がいいかなと思うので、全部、そう、まだだからそこもどんな風にしようか考え、具体的には決められていないんだけど、ミニサイズでやってみるとか、かなって今のところは思っています。で、大きさは本当にご自分のサイズになるので、こう何段編んでくださいとかいうものではないので、編み方さえ分かればあとはこうご自身のサイズに合わせてというふうになるので、ミニチュアのサイズで作ってみる動画になるのではないかなという予想です、今のところ。はい。
というご報告をとりあえずね、はい、します。で今ね数を数えているんです。ボタンの穴を作りたい、ここら辺に。でちょっと今数を考えてる最中です。すいません、ちょっと固まってる感じですけどね。はい、まあボタンの大きさにもよるんですけど、1個鎖編みをして1目、その鎖編み分1目飛ばして船編みという、そのね、つけたいボタンの数、どの辺にボタンをつけたいかで穴をこう決めていく。3つボタンを使いたいんですね、今回は。ちょっとそう、そんなのがいいかなと思ってやり始めているので、3個分穴を作ってボタンホールじゃないけどボタン穴にする箇所を今編んでいます。がここだけが違う点かな。でボタンで留めるから輪にしない、あとは本当にうね編みで編み進めるだけですはいはい。でね、ピンク、そのピンクっていうか赤っぽいけど2色にするんですけど、気分って言っちゃ気分なんですけどね、その同じ割合じゃなく、赤い方の分量を多めに、茶色の段数を少なめにという割合で編んでみようかなと思いました。ということで、茶色はこう糸を変えた時に、一度切って編みくるんでしまいます。次赤っぽい方の毛糸を編む段数がちょっと茶色より多くなるので、そのまま渡してしまうとちょっと糸がビロンって出ちゃうから、茶色は、切って端っこを編みくるんでいきます。はい、まあ糸端の処理はいろいろとやり方がありますよね。私のが正しいわけではなくて、もっと綺麗にやるやり方もあるんじゃないかなとは思います。はい、なのでまあ参考までに、私はこういうふうにやったよっていう感じになります。はい、足首ウォーマーね、すごいいいなって思っているんですよでただね、足にやっぱりフィットしてていた方が あったかい感じがやっぱりするんです。で、輪っかにしてはめるとどうしてもまあゴム編みとかではないからこう縮まないっていうのかな、フィット感がこう出しにくいんですよね。まあゴム編みで編めばいいじゃんって話なんですけど、まあそれはそれでありだとは思います。ただうね編みがやりたかったっていうのもあって、でその時にどうしたらいいかなって思って、でそのボタンで装着するっていうかな、そうすると、まあ、ボタンのつける位置
を自分サイズにしたらすごくフィットするんじゃないかなって思ったんですよ。でボタンがまたアクセントになる、もちろんねズボンとか履いちゃったら見えないですけど、これスカートとかパンツもその裾まで、うん、なんていうの、下まで長いズボンじゃなくてちょっと足首が出るようなズボンとかでこれ見えたら可愛いんじゃないかなとかいう感じで、ボタンの、まあ、今回3つつけたんですけど、一番下は外したりするとなんて言うんでしょうか、靴の上にもスポッて、まあ下に地面に引きずって汚れてしまうっていうのもあるかもしれないけど、そんな風にしてちょっとその靴と足の隙間を隠せるとかなんかそういう風にも装着できるなって思ったりしたんですよね。自分がそういう風にやるかは分かんないけど、そういう風にしたら可愛いんじゃないかなって説得力がないですね自分が使わないのに。でもなんかそんなことをふっとひらめいたのでやってみたくなってやってみた次第ですはい。でまた糸変えですね。そうです、ちょっと赤い系とは段数多めなので、まあ、茶色はまた新たに足す感じになります。で、赤い方は、そのまま切らずに残しておきます。茶色の段数は行って帰ってきておしまいにしたので、次そのまま赤い糸を使ってもそんなにこう糸がペロって出るほど気にならないかなと思って、はい、こんな感じで、茶色の糸の端っこは編みくるんでいきますが、赤い方の糸は、切らずにそのまま残して、はい、こうね、残しておいて、茶色行って帰ってきたら次赤い糸に、チェンジするというふうにすると、まあね、糸を切って編みくるんでってやるのも結構面倒ですよね、うん、だからそんなふうにしてみました。綺麗かどうかは分かんないけど、はい、じゃあちょっとこの辺で休憩です。今日の蓋付きマグカップ、はい昨日はね暑くて飲めなかった柚子蜂蜜また今日は氷入れてきました。でも溶けてますけどね、ぬるくなっています。昨日のやつ後で飲んだんですけど、ちょっとケチっちゃったのか粉が少なかったのか味がなんか薄めだったんですよね。だからもう一回飲みたいと思って今日はまあ多めでもないかな入れました。ね、甘さがそんなにないです。うん、だからいい感じ。もっとすごい甘かったらどうしようかなのもと思ったんだけど、甘さ控えめ的な感じですっきり柚子って感じで美味しいです。はいはい、気になる方はカルディへどうぞ昨日の動画ではパッケージをねご紹介しているので、はい、気になる方は見てみてください。はい、今早送りをしています。こんなに早くは編めません。はい、でこんなサイクルで編んでいきます。それで次ね、ピンクで赤系の糸の時にはこのまま最後の引き抜きの時に
あの赤い糸に引き抜いて、茶色はちょっとね赤い段数が長くなってしまうので、茶色は一旦切って編みくるんでいきます。はい、こんな感じで編みくるんでいきます。なるべく糸を切るとか編みくるむとかの、箇所を減らしたいという一心でこういうやり方になっています。はい、そう、茶色が多くなっちゃうと暗くなっちゃうかなと思って、ちょっと赤っぽい方を多めにという、ストライプになるようにね、今そこをちょっと指で、はい、穴がこんな風に一目だけ鎖を入れています。これでボタンが通る穴になっています。このボタンがね、ちょっと一歩ね入れていますけど、まあ伸びるので、まあボタンの大きさにもねよるとは思うんですけど、こんな感じで通ります。はい、で料理番組のようにこうなりますみたいな図ですこんな感じになります。どうでしょうか。写真をね上手に撮れなかったですけど、ブログとかに載せていますので、よかったら見てみてください。インスタとかでもね、ちょっとこれ糸始末してないですけど、ボタンをこういうふうにつけて、そうするとちょっとフィットできるよっていうことをやってみたかった感じです。はい、やってみてすっきり楽しかった、これ可愛いかなと思っています。はい、今日はボタン付きの足首ウォーマーを編んでみました。はい、こんな感じです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そう、こういう風にすると靴にかぶる感じね。はい、この動画いいと思う方はグッドボタンお願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。